フェンリル、または、フェンリールは、土星の、第41衛星である。逆行軌道で土星を降転する不規則衛星で、北欧軍に属する。デビッド・ C ・ジュイット、スコット・ S ・シェパード、ブライアン・マースデン、ジャン・クレーナらの観測チームにより、2004年12月13日から2005年3月5日の、間に行われた一連の観測によって発見された。 最初に確認されたのは12月13日の観測である。観測には、スバル望遠鏡、WM ケック天文台、ジェミニ北望遠鏡の大型望遠鏡群が用いられた。2005年5月3日に小惑星センターのサーキュラーで他の11個の土星の新衛星の発見と合わせて報告され、S-2004S16 という仮符号が与えられた。 2007年4月5日に北欧神話に登場する魔の狼フェンリルにちなんで命名されサターンズリーという確定番号が与えられた。土星からの平均距離は約2245万4キロメートルで推定直径が約4キロメートルの小さい天体である。フェンリルの見かけの等級は25であり、発見されている太陽系内の衛星の中では最も暗いものの、 一つである。土星を周回する軌道から見ても17等級よりは明るくならず、土星探査機か C2 でも観測できないほどに暗い。ありがとうございます。